どうもこんにちは、ハグチタあかり役でちゅ。はい、どうも皆さんこんにちは、ヤニカスオタクのまこさんです。はい、皆さん元気でしょうか。今日はですね、これからですね、ほぐしたアカラークをですね、吸ってみようと思うんですよね。そしてね、ほぐしたアカラークとは何ぞやって、知らない方もね、いると思うのでね、ご説明しましょう。ほぐしたアカラークというのはですね、TBS の番組の水曜日のダウンタウンという、そういう番組があるんですけれどもね、そちらの方の企画で、女性タレントを裏で、何人か男の芸人さんがね、遠隔操作して何か言わせるみたいな企画があったんですね。でそれでスタジオで女性タレントがこう何人かいて、でこう質問する人がいてね、その人がタレントにこう質問するわけですよ。でそのタレントさんは裏で男性の芸人さんがね、いろいろ答えるの、それを聞いて、そのままそれを答えるというね、企画があったんですよ。で、そこで、あのちゃんというね、女性タレントのね、方がですね、何でしたっけ、浅草の、有名なね、七味唐辛子のお店で、やげんぼりというね、お店があるそうなんですけど、そちらの七味唐辛子の中には何が入っているそうですかねっていう、何が入っているでしょうかっていうのに、質問に対してですね、その、奥の男性タレントがね、ほぐしたアカラークって言ったので、あのちゃんそのままほぐしたアカラークって答えたんですよね。それがその後大変ね、ツイッターとかでバズりましてね、はい。で、それで、あのちゃんがほぐしたアカラークって言ったっていう、情報がね、先行してましてね、なかなか皆さん、こう、裏で男性の芸能人がね、操作してるってことはみんな知らない状態になってますね。はい。で、その、今回ね、そのほぐしたアカラークをね、再現しようと思います。はい。でも、まずその前にですね、アカラークをね、はい、こちらアカラークです。ラークはね、ロングサイズと、こちらの、ショートサイズとありますが、こちらショートの方でね、買ってきました。で、普通のアカラークはね、こういうアカラークですね。はい。これ12ミリのアカラークになります。タールが12ミリで、ニコチンが 0.9 ミリです。で、まずね、普通にね、普通のアカラークを吸ってみましょうね。はい。うん、アカラークの味だ。実はですね、皆さんご存知かわかんないと思いますが、私の今のね、上吉はね、こちらのハイライトのレギュラーなんですけど、その前のね、私の上吉実はアカラークでした。いや、懐かしい味がしますね。結構ね、このアカラークってね、ビールと一緒に飲むとね、合うんですよ。他の酒はあんまり合いませんね。なんかビール特にね、その時はビールといっても安いビール、発泡酒、いわゆる第三のビールと言われるやつで、本麒麟というね、赤い缶のあるじゃないですか。で、あれとね、カラーがちょっと赤同士でね、味もなんかすごい合ってたんですよ。あれ一緒にね、飲んでた記憶があります。今日はね、ちょっとこれからいろんな作業しないといけないので、ちょっとお茶でね、はい、これから洗濯物いろいろ片付けないといけないのでね、はい、カラークってこう何とも言えないちょっとね、苦い味なんですけど、ちょっとねしっとりしてますよね、味がね。こうタバコを吸って乾く目があってあるじゃないですか。ちょっとね、アメスピとか結構ね、レギュラーのやつ喉乾くんですけど、これはね、こうぬめっとしててね、乾かないんですよ。これがね、チョコレート味っていうね、のがね、隠されてると言うんですけどね、うん、若干感じます、それもね。うん、
したあかりやーく。うん、チョコ味ですねこれは。あとはキャビンとかもね、チョコ味って言いますよね。キャビンって5ミリと8ミリがありますけど、こうよくね、こうあのおじさん方がね、ちょっと 年配といっても、50代ぐらいのねおじさん方が吸ってますけど、意外とねこれチョコレート味なんですよ。で、赤ラークって、ね、よくね、なんだっけ、口草ラークだっけ、口草ラークかって言われててね、副流煙もえぐい匂いだし、えぐいですね。で、それでね、口臭もね、えぐくなるというね、そういう言い伝えというかね、そういうのがありまして、口草ラークと言われててね、ちょっとあんまり、副流煙が良くないかなっていうのもあってね、こっちに変えたっていうか、まあ、こっちの方が美味しいと思うようになったから、このハイライトになりました、私は、その後。1ヶ月ぐらい上喫してましたね。なんともこう洋木らしい味ですけど、これ1箱ね540円ですね。今ハイライトの方が20円安いですけどね、まあ安い部類には入ると思います。はい、結構ねこれ好きなんですよね、味はね。ただね、ちょっとこの箱赤がねあんまりね好きじゃない、青の方がね好きなんですよ。はい、昔の高倉健さんのね、CM というか、CM もそうですけど、広告はね、かっこいいですよね。昔のラークのね、広告。あれいいですよね。なかなかね、渋くてね。はい。というわけで、普通のラーク吸い終わりました。普通のラークの素晴らしい味でした。はい。ではね、いよいよね、ほぐした赤ラークを吸ってみようと思います。ではね、ほぐした赤ラーク今からね、作る必要がありますね。これ普通のラークなのでね。で、ほぐすとは何ぞや。ほぐすという言葉の定義をね、ネットで調べてみましたところ、凝り固まったものを柔らかくするというのがほぐすの意味です。はい、今このラークがね、これ凝り固まったものとするとね、こうぐにゃぐにゃにほぐす必要がありますね。はい、じゃあこれからねほぐしていこうと思います。でもこちらのね灰皿のところで、はい。あ、破れた。やばい、ちょっとあんまりこう破れるとね、こうちょっときつみにあがちょっとあんま良くないので、ちょっとあ、ぶった切れたし、フィルターぶった切れ、ぶった切れちゃったフィルターが。ちょっとこれはちょっと吸いにくいと思うので。ちょっとやり直しましょう。もう一個ちょっとラークを犠牲にしてね。はい。ちょっといい感じにほぐしていきましょう。こうちゃんと、まんべんなくほぐしましょうね。はい。どうなるんでしょうね。こうやってほぐしますとね、こう、どんどん葉っぱがね、こう出ていくのでね。はい。ちょっと、さっきより丁寧にほぐそうと思います。ちょっと薄い赤ラークになるかもしれない。こうやって、こういう感じで。ほぐした赤ラーク。はい。はい。じゃあこれぐらいでいいですかね。はい。こちら、ほぐした赤ラークになります。はい。はい。こちらですね。はい。では、ほぐした赤ラーク吸っていきます。はい。これも一応ほぐした赤ラークです。うわ、これ最初紙の味しかせん、ここ紙しかなくなっちゃったから、ここはね、なんか薄い、すっごい薄い、これうわ、まだ紙の味がします。紙の感じがなんか喉にくるすごい。やっと味がしてきた。でもなんかちょっといつもより薄いですね。なんか吸いやすくなりました。すごい、ほぐしたことによって吸いやすくなった。
なんかタールがね、ちょっとね、これなんか10ミリ以下に感じますね、これ。あといつもよりなくなるのが早いですね、とっても。早いね、これ。あ、でも味は変わりませんけど、なんかこういつものくどさみたいなのがね、ちょっとなくなってね、マイルドになりましたよ、なかなか。いいかもこれ意外と意外といけるかも。あ、なんかすごいこう、あ、ちょっと髪の感じが喉にくるね。でもなんかキャビンとかに近くなったかもしれないこれ。キャビンとかのこう8ミリのさ、あの味になんかすごい近くなりましたよ、なんか。あ、でもだんだんこう根元になってきて、葉っぱが詰まってきてきて、なんかすごいいつもの明るくなってきたよ。ほぐすとまた一層こうちょっとコクがね増して、そしてね、こうとても吸いやすくなってね、あの12ミリのタバコちょっと怖いやっていう人にもね、あのちょうど良くなりましたよ。なんかちょっと重たいかもって思ってる方ね、ぜひね、赤らくほぐしてみたらちょっと吸いやすくなると思いますよ。はい、はい、喫煙終了です。というわけでですね、あのほぐした赤らくね、意外といいですね。ちょっともったいないんですけどね、あの普段12ミリちょっと吸いにくいわっていう方はちょっとぜひね、ほぐして吸ってみてはどうでしょうか。あのヤゲンボリというお店のね、あの唐辛子の中にはね、あのほぐした赤らくは入ってませんけど、あの赤らく買って自分でこう作ってみたらね、あのまたこのね、ヤゲンボリの唐辛子とはまた違ったね、あの素晴らしい味をね、感じることができると思いますね。はいはい、というわけではい、ほぐした赤らく実験でした。ではね、またお次の動画でお会いしましょう。ご視聴誠にありがとうございました。